ダニエル・ダニ・パレホ、ムニョス、ダニエル、ダニー・パレジョ・ムニョス、1989年4月16日帯は、スペイン・コスラーダ出身のサッカー選手、ビジャレアル・シエフ所属、スペイン代表、ポジションはミッドフィールダー、レアル・マドリードのカンテラ出身であり、同クラブのアルフレッド・ディ・ステファノ名誉会長に、カンテラの最高傑作、と絶賛された。 2006から07シーズンにはベルントシュスター監督からトップチームの練習に呼ばれ、さらにそのシーズンにはレアルマドリードカスティージャでデビューした。2008年にフットボールリーグチャンピオンシップのクイーンズパークレンジャーズ FC へレンタル移籍。2009年にレアルマドリードのトップチームの一員となり、リーグ戦では 怪我で長期離脱中のルートファンにステルローイに代わって17番をつけた。2009年7月、ヘタフェ CF へ完全一席。2009から10シーズンは監督がフルスレアルマドリードでカンテラの監督などを務めたミチェルだったこともあり、トップ下で起用されると28試合に出場して6ゴールを記録しヘタフェのリーグ戦6位に貢献した。 翌2010から11シーズンは、昨季の立役者であったロベルト・ソルダードや、ペドロ・レオンが対談したこともあって、チームは苦戦を強いられるが、パレホ自身は1年目より出場試合数を増やし、最終的に36試合に出場して、3ゴールを記録した。2011年夏の移籍市場で、バレンシア CF へと移籍。移籍金は600万ユーロ。当初は出番も少なかったが、 徐々に出場機会を増やし信頼を獲得。2014から15シーズンからはキャプテンも任せられている。2014から15シーズンと2017から18シーズンには UEFA 選定のリリガベスト11に選出される。2020年8月12日、ビジャレアル CF に移籍。スペイン代表には U-19,U-20。19 U 20 U-21 と招集され、2007年の UEFAU-19 欧州選手権、2009年、2011年の UEFAU-21 欧州選手権などでもプレーした。2018年3月に28歳でスペイン代表に初招集された。ありがとうございます。